了解でい,いのかなベースニジャ t v はい本日のゲストですけれども私が松江にコンサートに行った時にもう毎年ね9月末って決まったタイミングでコロナ禍になる前は行ってたんですけどももうね正直本当にもう全国各地回ってますけどもうここで全部本音をぶちまけているというね。<laughs> あんまり私、まあ、ぼまあ、別に、そんな、別に松江でも暴言吐かないんだけど、あのー、結構思いの丈をぶちまけに来るみたいな、あの、場所で、いつも私を迎えてくれる、あの、ありがたい、ね、あの、松江の、え、ミュージシャンであり、ギターとベースの先生であり、リペアのお仕事もされており、 人間大学。まあ、人間大学って名前なのかなそういう、ね。そうですねです、うん。はい。を運営されております。もう、賢者さんだけで大丈夫ですかそうです。はい。じゃあ、今日は賢者さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。賢者でございます。はい。というわけでですね、あのー、賢者さんとの慣れそめなんですが、はい。はい。<laughs> 一番最初は私、米子ですかね。 米子、ね、の今津屋さんっていうところに演奏に来たときに、最初に、あの、賢者さんをご覧になったのは、私とピ,ピアニストのデュオですかそれは私のソロでした。えっとね、テクノかなんかのイベントの中のゲストですかじゃあ、それは、じゃあ私2回目のの米子ですね。えっ、ー、とね、あれは2001年の、2001年の9月かな。で、うん、ですねあの、ベーシストのマスターと、 はいはい、3人で、いまずあの飲みに行きましたよね。ああ、そうですね、そう、私もあの頃飲んでましたからね。ただ僕は、個人的に、かげろうさんは大阪で98年ぐらいに見てるんですよね。本当ですかうん。9年、ね、その場所とか、はい、プレイは覚えてるんですけど、はい、場所とか、いつとかっていう時期か多分ぶん98年頃だったと思う。ええラスかけられてたかな、えっ、ー、とね、美濃屋ホールか、ベアーズか。 ああ、美乃屋かもしれないな。美乃屋。美乃屋だったら、今、北か南かって話ですよね。まあ、そうですね。美乃屋だったら。レアーズとかやったら、僕、怖くて。ああ、なるほど、なるほど。そんな意外はないですけど。美乃屋の方が。着席でご覧になったんですね、それね。うん、そうそうそう。それは覚えてますそれ、まさに初、初、初大阪ですよ、私。あ、そうなんですよ。十八年、初めて大阪に演奏に行った時ですね。ええとたまたまその友人に。 はい。ですよえでも98年の段階で今澤かげろう行こうぜって言って来ていただけるって相当せんなんかあれじゃないですかセンサーが <laughs> 鋭いというか。時でもジャズライフちょろっと乗ってはったりとかしましたえっとね、ジャズライフ。 98年なんでベースマガジンかな。ベースマガジンにファーストアルバム、でもファーストアルバムだけですよ、それ、多分。で、僕もその辺前後でプロで仕事しだしたので、こ<ー>れは見るべきだみたいな風にそうそう、ね、まあちょっとその業界がかった友達に言われたで。へぇ、えー、でも、まあちょっと、どういうと出花をくじかれたみたいな感じですよ。こんな <laughs> 未来にこんなベーシストになって ならないや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 、け結構、衝撃っていうショックでしたね。はい、なんか、焼け酒を飲んでない,いやでもね、結構ね、やっぱさすがに、あの、他のエリアでも、うんうん、その地域の相当、相当まあ達者なプレイヤーの、達者,達者っていうか、まあ、この、今のシーズンですか、ねうん、もう重鎮ですよ、うんうん、の方たちが、 98年とかに、まあ、それこそなんか後で見たあの見た目なんか見たことあるなって後で調べて分かったりだけど98年頃にあつ東京とか大阪とかいろんなとこで演奏した時にそれこそ幻想のベースの方とかいろんな <laughs> あの方がお客さんすごい少ないんですよもうお客さんも一桁とかの時もあるのに <laughs> 結構前の方でそういうそうそうたる方見てたりとか<ー>あとファーストアルバムをもうみんななぜか持ってたりとか。<laughs> だってほとんど流通してないっしょっていう、うんそれね、ユニオンとかで行かないとないでしょっていうやつを、本当に想像たる人ですよ。<laughs> あの、それこそなんかね、あのデビットリー・ローズのギターの人とか、うん、なんかあの、いや僕、実は私、あの、セカンドアルバム持ってるんですとか、ファーストとかセカンドとかあんなほとんどノイズでしょっていう、<laughs> あんなノイズのアルバムを、なんかあの、 これから今更かけろかって言って買って、ね、たぶみんなやけ酒食らってると思うんですよ。すいませんでした。で、ベーシストこうならなきゃいけないのかってって、今もうあれから25年ぐらい経ちますけど、うこうならなくてよかったでしょ、別に。<laughs> <laughs> <laughs> いろんな、いろんな、いろんな、いや、でもそうですね。あの、とんがってるなっていうのが、はい。僕は例やっぱスタイル的にずっとレイドバックなんで、はい、そうですよね。うんで、だから、はい いいベース引くんででですよも <laughs> あれでしたねまだそんなルーパーとかがない時代にあれをするっていうのがもう、はい、ショックで、はい、ショックでもう梅田の立ち飲み屋でもう原因しましたね。何もそんな土壌が違うに <laughs> <laughs> 勝手に酒飲んでる時なんですけど <laughs> でもあのね本当いいショックでしたよ。<laughs> はい なんか本当ね自分が追っかけてるアーティストとか見てショックなの分かるけど <laughs> 全然違う種類の,あの人を見てこんな人間的に否定されたみたいな感じでしたかなあでも <laughs> そういうふうに取られる方ってでもなんかこういう言い方表現するの変ですけど <laughs> なんか一流の人ってみんな人ディスんないじゃないですか、うん、あのいいとこ見たりとかすごい感激やだったりするじゃないですか。 あのー、ベーシスト地下室の会の、あの、富倉さん、うん、富倉さんで、富倉会長は中島みゆきと会されてる。うんうん、富倉会長に初めてお会いしたときに、なんか、いや、もう本当一流中の一流だからあの、バックサポートミュージシャンとしては、うんうん、正直恐縮したわけですよ、楽屋に呼ばれて。うんうん、で、もうそれこそ、あの、あの時とその、えっ、ー、と、島村、ドラムの島村さんとか、うんうん、あと、 えっとまあ、亡くなったあの、ま、松岡さんとかい、ね、そうそうたる人を座ってる中に、ああ、こっちおいでってってで、座って、でまだ、まあ、ちょ半分駆け出しみたいなもんだったから、すごい恐縮したんですよ、なん,なんで自分からしたら本当に、ね、日本の教会のすごい人なのに、こんなとこ、ここ呼んでいただいて、何話せばいいんだろうって。もう <laughs> この人たちが一言お前なんかインチキだっつったらもうに日本中のプレイヤーがみんなそうだよねこいつインチキなんでみんなで追い出そうぜって言っても別に不思議じゃないような <laughs> の中で何言われるのかなと思ったらその時近い人たち開幕99だったんだけどその頃は13020、うん、人ぐらいいたのかな <laughs> あ,のあなたは僕たち120人のベージーストのドリームだからって言われてうえー、すごいな。で、それまでの、 ご存知の通りもう相当ディスられてきたからもうありとあらゆる層にうんあのディスられてきたからあやっぱり上の人とか上に行く人たちっていうのはやっぱこういう表現するんだなでいろんな先々であのもう本当に素晴らしいベーシストの人に「いや実は私ファースト持ってるんですよ」とか「ヤン持ってるんですよ」って言われた時に。 あのいわゆる掲示板上のあれで言うと何言われるかと思ったんですよ、本当になんか、いやー、本当インチキっすよねとか、インチキだよねとか、まあ、あんまり言わないかもしれないけど、<laughs> い,やいつからあんなでたらめやってんのとか、どんなこと言われるんだろうと思ったら、みんな全然そうじゃなくて、いやー、あれショックでねみたいな、あ<ー>だからやっぱそこで分かれるんだなと思いました、うん、なんか一流の人はみんな本当そういうようなコメントをされて。うん だからそこで焼け酒多く、あのね、金査さんみたいな人もいれば、中には、うわ、金返せみとかね、なんか、あれだったら俺の方がいいベース引きよっていう感じで飲み行こうっていう人もいたかもしれないし、だからそこって本当、なんか多分それ、アート全般かもしれないけど、うん分岐点なんでしょうねなんか、その絶対叶えられないんでしょうけど、その嫉妬とかね、はい、やっかみとかがあって、まあそう悪口言うのはまた別、ね、リストレするのは別なんでしょうけど、ねはい でもやっぱりそのね、富倉さんが言い張ったそのドリームだからっていうのはすごい、だってベースって一人じゃできにくいですもんね、ずっと。はいはい、ポール・チェンバースのソロをじゃあ2時間聴けるかって言ったらもうまたちょっと違う話ですけど、そうそう、だからそれはすごいエレキ・ベースの本当、進化やなっていうふうに、ミノヤなんでしょうね、きっと、ミノヤホールで、はい、み見て、僕は。 腰が抜けましたねやっぱだからやそれがそのファーストの大阪っていうのは僕も初めてしました。<あ>実は竹山、はい、さんにあの一緒のね例のあのブレーコーの時に何回かそうお話してるんですよ。はい、大阪で見たり。いや私なんかミネ屋かベガーかっていうのはまだはか特定せずになんとなく聞いてて、うん、えーすごいなーってセンサーが鋭いなーと思いつつ。<laughs> で、であれなんですよね、あの,今岩名子の今津屋私を初めて米子に呼んでくれたお店のマスターマスターも素晴らしいベーシストだけどあの方があれですねなんか、まあ、賢者さん最初に私がピアニストとデュオでライブ行った時は多分スケジュール的に来られなかったと思うんですけどその時にいろいろこう宣伝をされてた現地のお客さんに聞いたら。うんうん ピアニストの方メインっていうか、ピアニストの方がもともとつながりがあって、それきっかけで私はその方とつなが、うん、ニューヨークでつながって、オで行ったんだけど、そのマスターの宣伝文句が、うん、いや、全然ベースがジャズじゃないんだけど、うん、<laughs> ジャズじゃないんだけど、このまま、まあ,あの転、転びようによっては、とんでもないことになるから、うん、とんでもない存在になるから、絶対今からチェックした方がいいっていうふうに、うん もう98年の、えっ、ー、と、もう3月の段階で。えー、ごめんなさい、2001年だ。2001年の、もう、まだすごい浅い時ですよね。浅い、まだひひの、年度的に浅い。まだ全然、<laughs> 私が全然し知られてない時に、うん、とんでもない人になるから、もう今の地味どけって言って宣伝してくれてたらしいです。すごいのすごいありがたい。でしかも、あの方って本当にヒューマンなベースが好きな人で、そうですね。あのー、 なんだろうテクニックをバチバチ弾いたりとかあとあんまりこう人間味のないよう演奏をする人をどっちかっていうとすごい否定する人なんで特にあの方はその,その方有名な人でも <laughs> 名前は出さないですけどはだけどあのー、いやカグロさんその人たち以上に、あのー、そういうエフェクターとか使ってるけどいや根っこがめちゃめちゃヒューマンだから。 うんどんな機械で音を重ねても出てくる音がもう本当にあに自分が今まで泣いてきたベーシストみたいになんもう人間味にあふれてるのでもうそこは揺るぎようがないからそこが好きなんやっておっしゃっててだからそういう、ね、やっぱりちゃんとそあの感じるところっていうのはやっぱり。 ね、僕らよりだいぶ先輩ですけど、はい、やっぱ素晴らしいですよ、ね、なんか素晴らしいなあの類累計化批判しないっていうのがすごいですよね、そうですね、私がメディア出ちゃうと、やっぱりなんか人知を超えた人とか、うんテクニックの人ってなると、テクニックだけの人っていうところにカテゴリーされると、うんう聞かないうちに、ということは人間見ないんだな、ね、この人っていうふうに、判断する人って、特にアマチュアの人とか、もう頭ごなしに、あっ、じゃあこの人はあの人間見ないから嫌いって。 自分はもっとチャック・レイニーとか好きだからって言っちゃうと、もうそこで決めちゃうみたいなね、テクニックがある人イコール人間味がない人みたいなところに入れちゃうから、もうちょっともう聞いてもらう、スタートラインにも立ってもらえないみたいな逆に有名になるとそういう部分がね、あのメディアに乗っちゃうと、そういうとも出てきちゃいますけど、でメディアもやっぱりそこで持ち上げたいよ言おうとするから、でも実はそうじゃないっていうね。そうですね。でも、まあ、あの時あれでしたね。 2001年のその2001年か。そうですね、マズ屋の時は、影ケさんがね、MC をたくさんしてたんですよね。ああ。すっげえ喋ってた。てその終わってから話を聞いたら、喋るようにしましたって。あそんな分岐点だ。で、なんかね、僕、ミナヤで見た時も、そんなね、喋ってない曲をダーッと、そうですね。のようにつなげてやってたイメージがあって。そうです。 で、あの時そう、すごい喋ってることも面白かったし、あの時ほら、まだルーパーを使ってない、サンプラーディレイを使って飛んでロケでね、あれして、それで新しい T シャツに低周波忍者って書いてあって、それがすごい、あ、こういう u f もある人なんやって言って、またちょっと見方が悪かったっていうかね、安心したっていうのが運命かな。ずっととんがって、もう誰も寄せつけないみたいな。 感じかなと思ったら、そうじゃなかったみたいな。ちょうど分岐点ですね、だから2001年、うん、2001年か、そうですね、2001年の9月ですよね。私、2001年の11月、12月ぐらいに、まあ、もう引退されたけど、長らくやったエンジニアと仕事するようになって、<laughs> 多分ね、2001年の9月だったらば、あ,のあれですよ、多分ね、私、 まだ長袖だった気がする。あの、一斉三宅を着ていた気がします、その時って。その後じゃないかな、T シャツになったの。2002年の、まあ、その後ですね。そのう最初見たのは長袖。うん。そうです。その後にエンジニアと会って、いろいろやりとりがあってから、うん、T シャツにスニーカーでっていう感じで、2002年から切り替えて、で、2002年の秋口ぐらいに、ループステーションに切り替えたのかな。う そんな感じだったんですけどね。だからまあ本当にちょうどいろいろ変化してるときに見て,見ていただいてて。やっぱりその時のってなんていうんですかその雑誌とか結構ねベーマガにしても、はい、ジャズライフにしてもあの、はい、目につくように武尊さんたまに乗ってたんですよだから、はい、まあご縁もあってまさかこんなに。 仲良くなです本当にその時はねそれでもやっぱりなんかいろいろ全国各地回ってる中であの参、ー、院エリアでよくしてくれる人っていうような感じだったんですけど、うん、だんだんその後ねあの松江でライブを主催していただいたりとかするようになってから、うん、だんだん近しい存在になってで <laughs> もう晩年はねあのー。 あれですよね、もう年に一度の楽しみみたくな。それが、しかもタイミング合わなくなってきたっていう,、うん、そうです、ねうとね。残念しば、うんで、でもその、年にしても楽しみにな,なるようになってからもう本当10年近く、そう年とか、うね、もう相当たちますよね、うん。まあぶっちゃけこれ見てられる方もあれなんですけど、あの最初の何年かはね、なかなかね、お互い心の壁が、うん、崩れないっていうかね、やっぱ、かごろさんも、やっぱ、 若いし、終わってるから、はい、で、なんていうか、まあ僕もそうね、若くて、あれがあって、なんか、ね、なかなかね、ちゃんと打ち解けるタイミングっていうのは、な、なんか一個あったんですよ。それ僕、場所とかは覚えてるんですけど。えっと、あれですかね、うんと、あれですかね、松江ユーラスの時ですかね、2008年かな。ユーラス、うん、ユラスですね。2007年に、あの、初めて、あの、賢者さんの方で、 ハイドクリアクションで主催をいただいて、で、ライブさせていただいて。あ、それも、そんなもんか。ユーラス、うん。ユーラス、2008年がユーラス。ユーラスですよね。ユーラスやって、そこでちょっと溶けて、これ別に、かぎさんの営業妨害してるわけじゃない。次の年来たときに機嫌悪かったんですよ、かぎさん。ああ、そう、あの。ファション的に。 あの別件の都合があったんですよ、あの時は確か。かなああ、うん、そうそうそう。うん、で、そう,そう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 。でも、なんかね、その2008年の時に結構、あの、僕が、あの、カけロさのアルバムに助けてもらえたみたいな。ああ、アン,アンプリファイド。でそうアンプリファイドそう、ですアンプリファイドですね。すねあの、で、2008年はね、あれなんですよ。まあ、私もあの時は結構、 あのキングレコード関連の仕事で相当いろいろ詰まってて 1> で、ね、で丸1年ちょっとあの息が苦しかったんですね。<ー>んなんかその辺でそんな話とかなんかをちょこちょこっとしてる間に何か何かデートか,か2010年ぐらいとか、はい、あの辺でポコンと話をしたらすぐなんかね <laughs> 学生の部活みたいな感じなノリになった。 2010年はね、あれんですよ、私、教則本作ってて、パソコンを持ってきてなかったから、持ってきてなかったから、持ってきてなくて、で、各地でパソコン借りながら、こう、いろいろ。打ち上げできなかったですもんね。そうです、あの時はね、ちょうど締め切りの時期かなんかで。宿かって、原稿を書くで、だからその翌年、震災直前ですけど、でもあの時はすごい楽しかった。あの時のね、海沿いの、 あの時はアズテックだったんですけど、2011年、うん、あの震災の前直前って、うん、あのサンダーキャットの話とかしてて。あ、<で>はい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 。そう、あの頃サ、サンダーキャットとかね、ーなんか東京城知流とかの話をしてたのかな。でしたね。<laughs> そうそう。で、あの時はね、すごい私は、うんあの、あの時の夕日のこととかもよく覚えてて、調子も良かったし、気候も良かったし、なんかちょっと、まあ、天狗とは言わないけど、なんか本当にう なんか別に、有頂天になってこのたカビちゃんになるわけじゃないけど、<laughs> なんでこんなに満たされてるんだろうっていう、あ2010年っていうのは、その時はすごく良かったですね。で、2011年に震災やって、で震災の時当時も行ったけど、私が怪我したんですね、その年末に。あっ、そっかそっか。うん、確か2000、ごめんなさい、もしか勘違いあったらごめんなさい。2011 そう、ごめんなさい、2010年があれだ、教則本で、2011年は震災あったんだけど、あのチャリティライブで来てもらった松江は被災してないから、そこまで落ち込んだ感じでもないような感じで、で、あの時めちゃめちゃ天気が良くて、それで2011年は本当に心地よく終えられたんだけど、その後とけしてっていう、その翌年からコンピューターになってっていう時ですああでしたね、でしたね。 だからそれで言ったら打ち解けたのは2008年かなうっ、ね、私がずっと過呼吸で苦しくてうん、うん、で賢者さんに話してそ,その日も確かちょっとねの体が冷えてたんですよなんか過呼吸いや実はねあの今年ずっとこんな感じなんですけどたら賢者さんもいや実は自分もそういう症状が時々ある。て、うん。 じゃあ今日2人でゆっくりしましょうかって言って <laughs> であの本番前に近くのカフェ寄ってバーてですよっ、ね、てんかちょっとののそこでのんびりしてたりとかしてゆっくりセッティングをしたんですよね。なんかあれですよね本当そう考えるとなんかもっと長いんかなって思うけど。 ね、結構ぎゅっと詰まってます,すね。ぎゅっと詰まってます。うん、本番前に神社まいま三軒ぐらい回ったりとかしました。そうですね。で、2015年ぐらいまではあの夜なごと松江のセットで行ってたから。うん,うんうんうん。うん あのね、米子でずっと主催していただいた方がいてその方にも10年お世話になったんですけどそれまではあのよあの米子があって松江があって最初は松江米子だったけど、うん、後半はもう米子とかいろいろ回った後で松江が最,松江最初 <laughs> 松江でも全部出すっていうような工程に変わってでそこからまあけ、まあ、かなりちそこからまた急,急激に年間その学生の乗り見たくなってきてで打ち解けてで、まあ、コロナ前に。 ななな、ねまあ、なかなか会えなくなって2020年までは会ってたのか会ってましたけどっていう感じですよね。あね全然賢者さんのミュージシャンとしての話してないや。<laughs> <laughs> 慣れ初めがこんな感じで賢者さんは、はいまあ、もしこれ30分で収まらなかったら後編あるんで全然大丈夫ですけど賢者さんはどういうきっかけで松江にいらっしゃったんですか僕は一変ミュージシャンを えと2001年に諦めたんですね、プロミュージシャンで。あ,あそっか、その前にプロミュージシャンなってますもんね。一応、プロミュージシャンってあの言えばかっこいいけど、言ってもその、例えば生演奏の飲み屋とか、レコーディングが入ったぞって同様とか、そんな、まあ、メジャーのレコード会社行っても、そんな別にメジャーなお仕事じゃなくて。うん あのケンファニの CD のセンスでこう、うん、とかまあ,、はい、あのそういわゆる、えー、とバンドをするバンドを組んでやるじゃなくて一昔前のバンドマンの最後の方で,、ねはい、でそれでやってたんですけど、はい、えとマッキントッシュっていうものにですね、はい、どんどん仕事が取られていってですねああそっちの仕事もしてたんですねいやいや僕やってないんですよ僕だからパソコン全く触らずなんですけど周りの 先輩とか他の人に撮られちゃったねそう同僚見てたら、もう携帯の当時のね、うん、着メロ作ったりとか、はいはい、やってたら案の定、もうそういう生演奏の機会とか減っていって、うん、で、はい、えーともうベースなんか、ベースドラムなんかもお払い箱みたいになってんです なのでもうじゃあ、いっぺん、ちょっとその時にもちょっと体調崩してたので、人間関係も使えたから、うんうん、ちょっといっぺんやめようって思って、はいでえっ、ー、とじゃあ、ちょっと関西であのウッドベースでも勉強してとかって思ったんですけど、やっぱ大先輩がずっといるんで、これまた縦社会に潰されるかなって思って、はいさきよくあの就職しました。でおー就職したんですか就職して、うんえと、横浜と島根、どっち行きたいって言われて、島根にしました、ね。あ 横浜行くと絶対また悪い友達悪い友達っていうかね、はい、あの今度こそなんか行けないやつやってしまう自信があったんでそれぐらいちょっと病んでたんで,で島根は重症たんだうんそう島根はね死んだおふくろうの里なんですよ僕もこっちでね生まれただけは。 島根県で生まれてるので。あもともと縁があったんですね。そう。だから、ほんと、僕の日本の田舎の原風景って島根県なんで。あ、じゃあ全然島根でよかったですよね。今だもて松江を象徴するミュージシャンだから。松江でよかったです。だって横浜いっぱいいるもん。いや、でも、あの、やっぱ半分ね、やっぱその地が入ってるので、なんでこんな落ち着くのかなみたいな。まあ、飯うまいし。まあ、そうですね、美味しいですね。まあ、四季もいいし。 うん、人もそんな悪くないし、人多いし。はい、で、あの、あれですよ、まあ、田舎ぐらいがちょうど、ちょっと僕に、良かったのかなっていう感じですよね。うん、田舎って言っても、もう、あれです。もう、どこにもユニクロとかね、イオンとかあるから、そんな都会と変わらないんですけど、はい、うん。そんな感じで、だから気がついたら、もう21年ああ<ー>、ね、そっか、二千、うん、あ、そうですよね。じゃあ、えー、っと、 21年ってことは、美濃屋、あの大阪でご覧になったときは、まだ大阪の人だったってことうん、そうそうそう,そう。あそうなんだ。だからそこから僕、東京とか、あとなんかツアーがあったら、その、はいま、拠点はだから関西やったんで,、はい、で、仕事があったら、本当、週1ぐらいで東京行ったりとかしてたんですよね。はい、で、そうですね、美濃屋の時もあったときはまだだから全然向こう住んでました。あの東京に僕は住んだことがないので。はいはいで えっとそうですね、えーと。すみません、子供が泣いてます。と、うん、<laughs> そうん、そうか、そうか、そうですね。で、えっ、ー、と、かげろうさんを見たのは、そんなどうしてもこっちに来て、どっか音楽シーンがないのかなって思って、探し当てたのが、はいあの、今津屋だったっていう。なるほど。で、そこですぐ、えー、まあ、打ち解けて、うんうん、で、 その時の時さんと出会えてみたいなじゃあ、本当、あれですね、米子引っ越して、あごめんなさい、松江松江引っ越して、うん、そのままの3日、うん、そのまま仲良くなった感じなんですね。そう。了解です。じゃあ、1回止めますね。後編に行きたいと思います。<laughs> はーい